皆さんこんにちは、クリアアドベンチャース代表の栗山です。今日はですね、ベースレイヤーっていう肌の一番近くに着る衣類ですね。例えば、T シャツなんかがまあ、ベースレイヤーに入ってくるんですけれども、このベースレイヤーの選択って洗うじゃないですよ、何を選ぶかですね。ベースレイヤーの選択っていうのは実は登山において非常に重要なポイントになってきます。というのも、例えばですね、その汗かいて肌が濡れてしまったり、雨が降って、服が濡れてしまったりすることっていうのは山の中では往々として起こるんですけれども、肌の一番近くが濡れていると、水っていうのはですね、空気のおよそ20倍も熱を伝えてしまう力、熱伝導率が高いんですね。なので汗で濡れてたり雨が当たって濡れたりすると、あっという間に体温を奪ってしまうという傾向になります。なので、皮膚の表面っていうのはいつも乾いていてほしいんですね。で、この乾いた状態を保つというのに、このベースレイヤーの素材というのがとても重要になってきます。よくベースレイヤーのポイントとして使われるのが、化繊 100% のものを選択する、もしくはウール 100% のものを選択するというふうに言われます。なぜ化繊 100% なのかというと、綿とかシルクとかですね、そういう天然繊維って濡れると実は乾きが悪いんですね。しっかりと保水してしまうので、湿った水分、その生地の中に染み込んだ水分が乾くのに非常に時間がかかります。なので、濡れた状態が長くなり体温が下がりやすい、低体温症などのトラブルに陥りやすくなってしまうのでダメです。で、選択してほしいのがこういう、化繊 100% の中でも、例えばポリエステルとか、アクリルですねなどが、100% 使われているものを選択してほしいんです。どうやって見るのっていうと、洋服には当然こういうタグがついてるんで、こうですね、タグにポリエステル 100% とか書いてあれば OK です。で、ここで注意しなきゃいけないのはですね、これ見てください。これも一見すると上からアクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタンと全て化繊です。化繊ですが、この上から2番目のレーヨンというのが 20% も含まれています。このレーヨンっていうのは、化学的に作った天然繊維みたいなもので、保水するとこの乾きが悪いんですね。なんでこんなもの入ってるのっていうと、化繊の中に織り込みやすい、繊維であって、でかつその肌触りが非常に良くなる素材なので、その町着としては非常に優れた素材なんですね、レイヨンっていうのは。だけど山では乾きにくいんで、これも天然繊維と一緒に使っちゃダメです。ダメですね。なので、基本的にはこういう化繊 100% のものを選択するのが無難かなというふうに思います。ただ唯一天然繊維の中でもウール 100% のものは OK です。これなんでっていうと、ウールという素材はですね、水分を含むと素材温度が高くなるんです。暖かく発熱するんです。なので、水分を含んでも皮膚が寒くなりにくい、冷たくなりにくい、天然繊維なんですね。で、ウールってやっぱ乾きにくいんで、夏みたいにこう大量に汗かく時期っていうのはあんまり使ってて気持ちいいものじゃないかなと個人的には思います。まあ、夏は速乾性の高いこういう T シャツを使っていただくのがいいのかなというふうに思うんですけど、そもそも汗をそんなにかかない時期である冬で、冬っていうのはちょっと水分が皮膚が水分ごめんなさいベースレイヤーに水分含んだだけで結構寒く感じるんですね。なのでウール 100% のベースレイヤーを使うことによってかなり寒さというのは軽減されます。
まあ、寒い時期にはこれもおすすめです。あとですね、まあ最近今この黒いウェアなんかそうなんですけど、ウールと化繊が、梱包繊維になったものですね。それぞれのいい特徴を生かして、皮膚表面にかいた汗をスッと素早く吸い込んでくれて、発熱し、かつ、しっかりとこう、化繊の部分の繊維が、その水分をどんどん気化させて乾かしてくれる。というような優れた構造になっているベースレイヤーも最近は多くなってきてまして、こういうものを選択していただくと、より快適な、登山が楽しめるんじゃないかな、というふうに思います。最後にですね、最近こう、スキンレイヤーなんていう言い方をしたりするんですけど、向こう側が透き通って見えちゃうぐらい薄い素材ですね。これも化繊 100% のものなんですが、非常に撥水性の高い素材でできています。で、汗をかいた水を皮膚から素早くこのベースレイヤーに移す役割をするんですね。皮膚があってスキンレイヤーがあってベースレイヤーがあるという形で使っていただく、ベースレイヤーと2枚重ねで使っていただくウェアになります。そうすると汗が素早くベースレイヤーに移るので、素早く、このなんて言うんでしょう、かいた汗を乾かすことができるという利点と同時に、まあベースレイヤーが濡れて乾くまでに当然一瞬で乾くわけではなく、ある程度時間がかかるわけですね。この間ビチョビチョになったベースレイヤーが皮膚にもう一回触って冷たいって感じるようなことをなくす、濡れた水分が皮膚に濡れ戻ってしまうことを防いでくれたりもする、ウェアになります。なので、非常に快適性が高くなります。個人的にはこれ夏の沢登りですとか、あと低山ハイキングですねなんかに使って、汗でビチョビチョになったのがもう一回濡れて気持ち悪いみたいなのを防ぐ目的で使っています。まあこのようにですね、ベースレイヤーっていうのは選択の幅が結構いろいろとあるんですけれども、使用の目的ですとか気温だったりとか、そういうものに合わせて各自が使いやすいように選択していっていただくということが大事です。とにかくポイントとなるのは速乾性が高いもの、もしくはウールですね、まあ濡れても寒くならない素材というところを選んでいただく。で、河川 100% だったとしてもレーヨンのように保水して乾きが悪いものなどはちゃんと、避ける。絶対に綿などの、天然繊維、濡れて乾きにくく冷えてしまう天然繊維は避けるということのポイントに注意していただいて、登山を楽しんでください。以上、ベースレイヤーの紹介でした。クリアドベンチャーズでは YouTube のチャンネル登録をお願いしています。この動画を見て面白かったななんて思っていただいた方はぜひチャンネル登録もお願いします。